こんにちは、そっか塾の久保でございます今回のおくまんちじゃ合宿なんですけども前回ね、磨くというテーマでいただいたんですねまあ、それにちょっとね、関連してなんですけどもまあ、続けるの俗というね形でお届けしようかと思いますまあ、磨くってことは常に自分の喋りだとか、伝えること書くこと、まあ、こういったものを表現すること、コミュニケーションを磨くってことがまあ、最も身近にあって最も尚更にしてるもんではないかなと思うんですよまあ、というのが人って 全く誰ともコミュニケーション取らずに一日を終えるっていうことはないんですよね。だけども肝心なのはブログを読んだりね、SNS を読んだり、まあいろんなものを受け取るってことはあるんですけども、でもこちらから受け取らせるってことがあんまりないわけですよ。で、やったにしても続かないんですよね、まさに。だから伝え続けるってこと、話し続けるってことビジネスだったら売り続けるってことをできた人が、まあビジネスの勝者になりますし、 それからね、やっぱり一部を除いてですけども人の気持ちをこちらに振り向かせようとした時でもずっとねアプローチし続けることまあ恋愛だったら告白し続けることで勝利が得れるわけなんですよ。でこれはかなり高い確率のことなんですけどもまあ自分にね好きな女の子がいるとしてその人にどう告白するかそしてどの方法だったらダメだからどういうふうに改善していくのかってことその改善と 挑戦を繰り返すことによって攻略法って見えてくるんですよねまあ、例えばねすごく極端な例ですけども今の恋愛の話をするとまあ女の子に正面から告白しましたダメでしたってことになったら別の方法で行くんですよこの人が望んでいるものは何かなって考えてその望んだものを私は提供できるんだよっていう風な形でアプローチしていくでもその提供できるものがないとしたらその提供できるものを培った上でちょっと一回り大きくなった自分として挑戦していくってことも できると思うんですよねちょっと動画切れそうですね一回ね